今日の一問一答ですね。保健医療サービス分野。栄養、食生活からの支援、介護という単元になります。高齢者の栄養、食生活について、次の記述は正しいか誤りか答えよう。問題。納豆、クロレラ、青汁に含まれるビタミン K は、一部の抗凝固薬の効果を減弱させる。納豆、クロレラ、青汁に含まれるビタミン K は、一部の抗凝固薬の効果を減弱させる。 というにうにありりりまますす。が、これはその通りで丸になります抗凝固薬というのは何かといったら、まあ、血液が固まるのを防ぐ薬ということですね。これは脳梗塞とかあるいは心筋梗塞とかそういったものを予防するための予防する際にです、ね、使われるような薬になるわけですけどひ、まあ、一言で言えば、まあ、血液サラサラ剤ということですね。まあ、代表格としてワルファリンとかっていうのがありますね。 で納豆クロレラ青汁っていうのはですね、に含まれるビタミン K っていうのは、これは血液凝固というものを推進する働きがあるわけですね、要は血を固める方の作用があると、で血を固める作用があるものと、血をサラサラにする作用のあるものを同時に取ったら、まあ、お互いの作用をですね弱めてしまうということになりますから、これ意味ないですよね。ですので、まあ、ワルファリンのようなですね血液,凝固薬血液の抗凝固薬といったものを薬を取るときはですね、 これは青汁とか黒レラとか青汁とか、まあ、そういったものは同時には取らないということですね、まあ、非常にシンプルなポイントになりますけど押さ、まあ、えておくといいかなというふうに思います 1>, で1点だけ補足するとです、ね、あの心房細動でもワルファリンというのは使われますからそれも1点抑えておくといいかなというふうに思います心房細動というのは不整脈の一種ですね、まあ、心臓は心室と心房とありますけどその心房の方が細かく動くとかいう心房細動ですが、まあ、これは血液の流れに乱れを生じるわけですので、まあ、血栓なんかができやすいとで心房細動によってできた血栓が、まあ、脳の毛細血管なんかまで飛ぶとです、ねまあ、そこで脳梗塞を起こすということがあるわけですねですから、まあ、これうち ちなみにあの心源性脳側線と言いますけど、心源性脳側線ですね、えー、というふうに言います。ですから心房サイドっていうのはまあ、脳梗塞、脳側線のまあ、リスクファクターになるわけですね。 でこれも血栓というのは血の塊ですから、まあ、血液サラサラ剤が有効ということですね。ですので、ワルファリンを取ったりしますので心房細動、ワルファリンこの辺のつながりを持っておくことと、まあ、ワルファリンなんかを取るときは納豆、クロレラ、青汁なんかは同時に取ってはいけないということですね。まあ、この辺を連想体系として一つ押、ね、さえておくといいかなというふうに思います。ということで、今日の問題ですが納豆、クロレラ、青汁に含まれるビタミン K は 一部の抗凝固薬の効果を減弱させるというふうにありますが、これはその通りで丸ということになります。今日の一問一答の解説は以上です。